新地発電所は、福島県相馬郡新地町、駒上根屋在間上一番地一にある、相馬共同火力発電の石炭火力発電所。東北電力とジェラの接伴出資による、相馬共同火力発電株式会社が運営する、石炭火力発電所。1994年7月に1号機が運転を、開始、2号機までが建設された。 発電所付近の新地町と相馬市にまたがる一帯は、電源立地を生かした相馬中核工業団地として整備されている。相馬港で陸揚げされた石炭を燃料としており、同発電所で使用される石炭は、同港の扱い量の大半を占める。低炭素社会への取り組みとして、木質バイオマス燃料が2015年3月から導入された。 廃煙のために建てられた煙突は高さ200メートルの高さを誇り、天気が良い日には約50キロメートル離れた仙台市の高層ビルや丘陵地から見ることができる。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震によって被災。2号機が自動停止した。1号機は定期点検で停止中であった。両機とも設備に被害が発生したため運転を 停止した。復旧作業により12月19日に2号機が運転を再開、12月27日に1号機が運転を再開した。なお、両機とも2012年3月20日に石炭戦争によるフル出力運転を達成した。ありがとうございます。